はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。先ほどウォッカトニックとトニックウォーター、じゃね、あれジントニックか、3杯ぐらい飲んだよな。中でもうだいぶ酔っ払ってるんですけども、その酔っ払うとね、俺ね、勢いでね、また飲んじゃうんですよね。アホです。酔っ払うとね、どんどん酒がね、むしろ増えていくんですよね。そういう人間なんで。今回は、菊水の純米酒という、こちらは、濃厚、濃純、え？濃厚？違う。濃純なうま口。難しいな、この漢字。ね。米の旨味が生かされた飲み応えのある純米酒です。濃純でコクのある風味を持つので、缶上がりがよく、ふくよかに広がる旨味をお楽しみいただけます。まあ、缶がおすすめだということです。アルコール度数が15度。原材料名、米、かっこ国産。米麹、かっこ国産米。です。ね。まあ、こちらは、米だけの美味しさ。おかんで、さらに味わい深く。これは、他のあれと違ってね、他の菊水と違って、冷やしてよりは、缶の方が、温めて飲んだ方が、おすすめという、ことになってますね。姉妹品にすっきりとした辛口の菊水の辛口、さらっとした甘口の菊水の4段仕込みがございます。辛口、甘口、うま口の3通りの味わいをお楽しみくださいと。これはうま口です。うま口。ね。菊水の辛口、俺飲んだんだっけ？飲んだかどうかも記憶にないんだけど。まあいいか。ちょっと待って、これは、製造日が、2012年の11月の7日。もう半年どころじゃない。10ヶ月ぐらい過ぎてる。製造日から。あくまで製造日です。賞味期限ではないです。そんじゃ、いただきます。乾杯。ん？ちょっと待って、これ。ちょっと待って、これさ、菊水の、あれと何が変わるの？違うか分からん。金色の、船口の菊水の一番搾りと何が違うかが全然わかんないんだけど。ちょっとググってみよう。船口菊水一番搾りと何が違うの？生じゃない。これ生じゃないんですよね。生ではないんですが、ごめん、何が違うか全然わかんねえ。ってぐらい多分かなり似てると思うね。あ、でもこれ辛口の方なんだ、これ。割と辛口の方なんですね。一応、グラフ的には。あ、じゃあやっぱちょっと違うのか。そう考えてみると確かに辛口のような気もするけど。難しいな。
難しいですね。あの、金色の船口の菊水一番搾り、よくはだいぶ辛口っぽいですね。はぁ、あ。あ、やべ。忘れてた。ごめん。ちょっと、つまみ取ってきますね。ごめんたい。うう、取ってきた取ってきた。はい、お待たせいたしました。はい、今回の、つまみは無着色イカの塩辛。これですね、俺がよく買うんですけどね、明らかにね、なんていうの、俺今までね、よくねこれ買ってね、賞味期限をね切れて残念な思いをしてたんですけど、今回は違います。なんとこれ賞味期限が10月の3日なので4日過ぎてます。がしがし、じゃん、実はですねこれ凍ってるんです。最初からも凍らしといたんです。これね、賞味期限が切れるというね、を予期して凍らせといたって。イカの塩辛ってね、結構ね、賞味期限が短い。非常に。多分2週間ぐらいしか持たないんで、ね、良かったですよ。凍らしとくと、基本的に、賞味期限っていうのは、ね、これ豆知識ですけど、凍らせるとですね、賞味期限っていうのは、もう、すべて、チャラにできる。なぜなら、それを証拠に、アイスというのは、賞味期限がありません。なぜなら、凍っているからです。ね。これをちょちょちょっと。ちょっと半分ぐらいいただこうか。これで、80g で、100円ぐらいだったか。ね。ちょうど暑いから凍らしといてもちょうどいいわ。イカの塩辛俺大好きですね。はい。ね。それでは。ね。でも結構美味しいっちゃ美味しいけどな、これな。うん。うん、まあ、確かに、辛口って言われると、なんか、あ、うん、うん、うんって感じするね。うん。確かに、あ、辛口、ああ。確かに辛口かもしんない、みたいな。うん。確かに、辛口のような気がする。って感じですね。そんじゃ、イカの塩辛。いただきまーす。あ、うま。
あ、うまー、これ。凍ってるけど、ちょっとうま。全然問題ないわ。うまい。まあ、本来これ、ちょっと、解凍した方がいいんでしょうけどね。うん。まあ、凍らせると、基本的にその、ストップするんで、うん。解凍させた後にまた凍らせれば、うん。ほとんど、問題ないでしょ。うん。やっぱうまいな。うん。うまい。あの、言ったか覚えてないですけど、あ、多分言ったな。あの、あんこうの話したよね。したっけ？したかどうか記憶にないんだけど、多分、した。したね。うん。うん。ということで、久々に米読みコーナーを行きます。久々もクソも初めてなんだけど。え、ちょっと待って。何これ？ガキ使う聞きタバコだって。第一回ガキの使いやらへんで、チキチキ、この一服に命をかけろ。マジで。賞金20万円総括、聞きタバコ大会。ちょっとこれ、こんなんあったの？お茶ときました。はい。今回はタバコかよ。まあ、皆さん分かる通りですね、難易度は高いですよ。高いね。少し高いということもあって、賞金の方も少し上がっているという。20万円。よっしゃー！賞金20万円って。はいはい。ガキ使の聞きタバコか。はい、そんなんあるんだ、こんな企画。しかもめっちゃ、タバコめっちゃ並んでんだけど。じゃあ俺もタバコ吸おう。田中か、はい、これはなんかちゃんと当てたような記憶もあるんですけど、はい、ちゃんと当てましたっけ？違うよ、僕と当てたのは俺って、はい、これとこれはあんたと一緒になってやったじゃないですか。それで保証勝ちやろ。いや、取りましたね、当たったからね。え、聞きタバコって俺そんな初めて聞いたんだけど。俺は2分の1外したいのか。そうですよ。そうですよ。もっともっとお前生かしてやれよ。まずはじめは浜田が挑戦。出題されるワイルドセブンライトは浜田以外の4人が普段吸っているタバコです。普段吸っているタバコってわかるの？自分が吸うてんのよりはちょっと味が濃いような気もするんですけど、なんかこの光景見たらおいらお前に怒られてるみたいな。まあ俺みたいにそのタバコマニアの人だったらまあまあってこともあるけども、まずわかんないだろう。結構ね、ちょっとだけ中出た時期あったんだわ。もう安かったから買う。私が吸ったのはエコーじゃございません。あ、最初に吸って1本吸った後にそのいろいろ吸っていくんだ。吸ってってこれですっていうのを、あれなわけ。中国タバコ。うわ、知らねえ、こんなタバコ。2000年だって。2000年1月30日放送だって。いや、こんなんじゃないな。もうちょっとこう刺さるような感じしてんの。刺さるような感じ。で、私が吸ったのはレイシアございません。めっちゃもう捨ててるんだけど、もったいねえな。セッタ、セブンスター。すごいんですよ、煙が。こっちばっかり見えてまいりますわ。フィルターを噛んだ時の感触がちょっと変わってる。なるほど。出題がマイルドセブンライト。マイセン嫌いだからな。何やねん、こいつは、この人は。私が吸ったタバコは、セブンスターです。違います。
いや、さすがにさ、マイセンライトとセッタを。叩かれた。セブンスターとマイセンは間違えんやろ。ちょっと待って、ごっつい痛いで。あいつ殴り慣れてるで。続いての山田系はケントのスーパーライト。ケントのスーパーライト、ザキヤマ。自信満々の様子です。いや、それは違うだろう。マルボロライトを新味見中。すっごい似てるぞ。嘘つけ。これだ。バカだなこいつ。お前ケントって言ったらさ、全くもって俺が釣った感想としてはもう。マルボロライトです。全然さ、あの、俺がめっちゃくちゃ嫌いなタバコなんですけど、ケント。全然さ、あの、ケントってさ、あの、もう。いや、もうこんなん、いやー。タバコに謝っとけて。全然さ、あの、もう、ドノーマルすぎてさ、クソまずかったんだよ。ちょっとお休みいいですか？続けろ、おっともほら。それとマルボロをちょっと比べられても。マジですか？絶対違うでしょ。これ俺やったら確定でわかると思う、これは。お、ソブラニカクテル。え、これ吸ったことないからどうしようもないな。吸ったことは、ありますね、多分。吸ったことがあると語った遠藤は、まず2種類のタバコを吸い殻入れ入れた後、マールボロライトを手に取った。え、てかソブラニカクテルってさ、口に含んだ感じでさ、もうツルツルしてるでしょ、ソブラニって。私が吸ったのは、だから違うと思う。このマルボロライトです。違う。今日から禁煙や。僕もちょっと休憩していいですか？なんでやろ、お前。見ろや、ほら、これ。絶対これ。こんなん分かりませんよ、絶対。ですよね。吸ったことあるわけないじゃん、こいつ。俺ですら吸ったことないのに。女、男、女。松本さん、行きましょう。ここはほらもう俺が最後締めるから。頭のゲームで田中もやっとけやっとけ。あ、ハイライト来た。田中への素材がハイライト。20種類を選別してから引きタバコを開始した。エコーいたしません。でも最初目隠しだからな、分かりづらいかもね、確かに。私が吸ったタバコはエコーではございません。おう、こいつ結構すごいぞ。です。違う。私が吸ったタバコはですよ、ございません。おお、こいつすごいぞ、田中。セッタ。これは結構似てるぞ。セッタとハイライトは結構似てる部類だね。私が吸ったタバコは、あ、ダメだ。セブンスターです。まあな、確かにセッタとハイライトは結構似てる。仕方ないでね。はい。じゃあ最後は松本さん。だって種類が半端ねえもん、これ。差し替えんなよ。種類がさ、何個、何銘柄あるのこれ。20銘柄ぐらいある。
多分。それと当てるっていうのはかなり。お、フィリップ・モリス、スーパーライト。これ難しいな、これ絶対無理。これ分かったらすごいわ。これなんですよ、いいですか、吸った後のこの。絶対わかんない。フィリップ・モリス、スーパーライトとか絶対わかんない。俺でもわかんないよ、こんな。軽いことはご存知の通りですよ。あの、マイゼンのライトと多分勘違いしそう。これね、少し思った。浜田さんがね、もういいですかって言ったのが、妙に早かったんです。なぜ早いかと言いますね。いいですか、タバコが短いからなんですよ。来たよ。エコー来たよ。全然違うよ。全然違う。アジロの整理を果たしたものの、その後松本は、お、松本も結構いいんじゃん。いや、でもフィリップ・モリスは絶対分からんで。4種類に絞られた。フィリップ・モリス、スーパーライトなんて絶対分からんよ。これ分かったらすごいわ。これとレイシは僕吸ったことないんですよ。でこれが違うから、ね、ブラックストーンもあるとこれ絶対違う。100% 違う。ってのは分かる。ただフィリップ・モリス、スーパーライト当てるってのはきつい。おばあんの匂いが。絶対違う。私が吸ったのはブラックストーンマイルドではございません。ブラックストーンは絶対違う、わかる。何このタバコ、中国か、中国産タバコか。違う、悪いけど違う。こんな味じゃなかった。早捨てろや。違うやったら早捨てろや。私が吸ったのはレイシではございません。レイシだって。お、すごい、松本すごいぞ。残り2種類だ、こんだけあんのに。これで決まるわけですよ。これ吸って違うっていうことはですよ、うん、もうこれですもんね、うん、これだけはちょっとキープさせていただいていいですか。ガリガリもうじゃやな。あー、ネクスト、これ吸ったことない、ね、あ、こいつすごいぞ、松本。ダメです。ダメです。それ捨てるか、前持ってきた。250円出したらやろが。俺は自分で250円出したらやろが。そんな問題はないやろ。当てるか当てへんかやろ。みんな同じルールでやってるんですから。おそらく。おそらくですよ。ああ、ここまで来るまで、うん、決して順番満帆ではなかった。そんなんどうでもええじゃんよ。捨てるか前来るかしてくれ。結構スムーズに来たやないか。見えたら順番満帆でしたよ。見えたら、はい、見えたら順番満帆。ごめんごめん、はい、来てましたよ。あ、そうですか。いや、僕違うと思いますね。これは違うと思います、ね。え、すげえ、こいつ。ものすごいフリップ・モーリスが吸いたいな。それだけは言うとくわ。ものすごい俺はフリップ・モーリスが吸いたかったわ。え、こいつすっげえぞ。そこまで言う。吸えほんま。いや、もう、そんなのおめでずんてええよ、もう。わかりました。すいません。フリップ・モリスです。フリップ・モリスじゃなかったらネクストワンっていうことですよね。お？
今日こうして持って寝ていいから、ね、それは全然構わないよ、もう帰ってからこうやって寝ようがいいでしょ。とりあえずどっちか一個置いてくれ。おこいつ20万獲得なるか。終わりました。すいません、いろいろ悪いことも言いました。もうほとんど他の人間の顔色を伺ってるけど、いい相方じゃなかったのかも。人間でもこれは分かりました、これは分かりました。私を知ったタバコは。おい、いきます、私を知ったタバコはフリップモリスです。ん？すげえ、松本人志。もうこれキスか。これはすごいことやぞ。あれキスなかった。これすげえぞ、実際。まあそんなわけね。すげえ。すごいすごい。すごいで。いや、これはすごい。フィリップ・モリススーパーライトだぞ。いや、俺らが想像してた終わり方とちゃうかったね。あのちなみに今このあのキキタバコ、ガキツカキキタバコでググると、あの四つ目で今見てるんですけど、これグッとしとくか。これはすごい。これすごいぞ。俺でもわからんて。これはすごい。コメントしとこう。コメントしとこう。これすごいで。うん。いや、これはすごいと思う。本当に。せめてフィリップ・モリスだったらわからん。まあ、せめてですけどね。せめて、フィリップ・モリスだったら、まだ救いあったけど、スーパーライトですからね。いや、逆にスーパーライトだから、あれなのか。逆にスーパーライトだから、軽いから分かったのか。ネクストか。でも、マイセン、まあでもマイセン。でもやっぱり、十何種類あるからね。十何種類あるタバコの中から、ね、一つ当ててるんだからすごいですよ。うん。うん。まあ、すぐになんか、動画で動画の動画を見るっていう。今動画を録画してるのに、動画を見ながら、ね。しかも、この、配信者には、しか見えてないっていう、ものすごい、状況の中でですよ。ね、そうそう、コメントを、見ていこうのコーナーをする予定だったんだけど、四つ目でこう、バッてやったら、なんか、えっていうのがあったから、ちょっと見ちゃったっていう。ね。うん。それじゃあ、コメントを見ていこうのコーナー。ね。結構ね、あの、コメントはね、全くないです。これ誰だろう。嵐キングさん。ん？嵐キングさん。昆布食べたくなった。
あ、多分俺昆布食った時のあれかな。コメントありがとうございます。この人、また、嵐キングさん。グレフルうまそう。ね、ありがとうございます。嵐キングさん。うぽつ。はい、ありがとうございます。この人、コメント多いな。お、また嵐キングさん。コンビニ330なんや。あ、300、あ、これあれですね。プレミアムモルツのコクのブレンドを飲んだあれです。時のコメント。コンビニ 330ml なんや。俺もびっくりです。ひどいよね、コンビニって。いや、ひどくもないんだけどさ。まあ、24時間営業だから、まあ、しょうがないかもしれないけど、300、だってコンビニ限定の缶を出すんですよ。量ち少ないやつを。びっくりだよね。ね。嵐キングさん、また、10ヶ月くらいならいけるかな。これ賞味期限のことですね。うん。まあ、いけるかどうかは知らん。多分、まあ、少なくとも、ですよ。いいですか？少なくとも、ね？あの、日本酒っていうのは、やっぱりほら、賞味期限っていうのが概念がないから、それが書かれてない、わけです。まあ、もし書かれていて10ヶ月過ぎてたら、まあ、間違いなくまずいとは思うんですけども、まあ、問題ないとは俺思うんですけどね。うん。はい、嵐キングさん。はい、うぽつ。ありがとうございます。この人、よく見てくれてるわ。嵐キングさん、うまそう。そしてもう一つ。嵐キングさん、ご視聴ありがとうございましたからの、酔っ払い雑談ある回、結構好きだって。なるほど、ドマニアですね。そんな雑談あったっけ？ん？俺基本的にご視聴ありがとうございましたって言った後、雑談するか。多分酔っ払ってて覚えてないんでしょうね。おそらく。嵐キングさん。パート1から見てるけど、ユッキー成長したな。いつもお酒の師匠として勉強させてもらってましたって。おい。ちょっとそれ持ち上げすぎじゃねえな、それ。パート1から見てんのこの人すげえな。あともう一つ。嵐キングさん。確かにカメラの色違い。ん？色違和感あるかも。まあ確かにね。嵐キングさん。いいね。3個もコメントくれてるんだけど。すげえな。確かにパート1からすると、俺は確かに、ものすごく酒の知識がついたっていうのはわかるね。うん。無駄に。嵐キングさん。こういう雑談好きだ。うん。まあ、雑談好きって言ってくれるのはありがたいですね。嵐キングさん。安くて自分に合ううまい酒が一番だよ。その通り。あんまり見ない銘柄だし、飲んでみたい。これはゴールデンホースですね。ウイスキーの。うん。これ確かにあんまり見ない。うん。これゴールデンホースうまかったな。嵐キングさん。うまそう。うん、うまいですよ。うん、で、ね。ここまで来てですね、安定の再生数がですね、だいたい20ぐらいなんですけど、平均で。20、30ぐらいなんですが、なぜか、この動画だけ285と、
他の10倍ぐらいの差があります。これはなぜかというと、バット好きな俺の喫煙動画だからです。喫煙動画はあれなのかな？酒動画よか、評価、いいのかな？これ、マールボロクリアの8ミリ。まあ、今まだ残ってますけども、こちらですね。まだ吸い終えてないというか、多分2、3本しか吸ってないって。まだ十何本も残ってるんですけども。うん。嵐キングさん、タバコも吸い始めようかなって。いや、タバコは吸わん方がいいですよ。うん。多分ね。うん。と、建前上は言っとく。いいか。建前上は言っとく。吸い始める、今から吸い始めるのはやめた方がいい。ただし、いや、これ以上は言わないよ。いや、言っとこう。ただし、タバコって、よく言われるのが、百害あって一利なしと言われます。がしかし、あれは嘘です。うん。とだけは言っとく。嵐キングさん、解説が勉強になる。ああ。ありがたい。そして、新しい人。ケーラ0125さん。聞いてるよというね。Thank you, thank you.嵐キングさん。伊佐大仙飲んだ時のテンションの上がり方、わらわら。だって伊佐大仙うまいもんだって。ね。うん。ね、嵐キングさん。うぽつ。Thank you。てか、このパターンでずっと読んでいくとですね、大変なことにですね、これの今読んだ中の、さらに5倍読まなきゃいけないという現状があるんで、ちょっと動画上げすぎたな、俺な。やべえぞ。うん。だってお前、あれだぞ。動画、500パートぐらい上げてるからな、近く。500パート近く上げてるからな。500パート近く上げてて、今、ようつべだけのやつ見てるけど、もうだって、ようつべだけで、もう100パート以上上げてるパターンですからね。ん？ちょっと待てよ。もう100パート、だいたい約100パート上げてるね。100個動画上げてるわ。うん。このパターンでいくとね、ひどいことになるんで、やめます。ああ、でもこれまずいわ。マルボロ。8。クリア8。これまずい。これダメだ。まずい。うん。まずい。結論まずい。うん。うん。うん。あ、うん。うん。
あの、あれがうまい。塩辛がうまい。イカの塩辛。てってて、もう喋ることなくなったからもうやめていいか。よくよく考えたらもう喋ることないんだけど。あのね。うん、まあいいわ。これ以上喋っても時間の無駄になるからな。菊水の純米酒。こちらはね、三つ星だな。うん。なんか、うん。うん。まあ、一般的な、あの、酒。です。それではご視聴ありがとうございました。なんだっけ？誰だっけ？なんだっけ？あれ？嵐の、嵐？なんとかの嵐だっけ？ごめん、もう名前忘れた。あれ？ちょっと待って、マジで忘れた。やばいやばい。なんとかの嵐っていうのを覚えてるんだけど、何の嵐だっけ？うん。ね。いろいろコメントくれてありがとうございます。別にコメント、うん。あらしキングさんか。なんとかの嵐じゃなくて、嵐キングさんですね。はい。ありがとうございました。